いらっしゃいましたね。秀かのあやかしは安心様。
大魔の篝火に火を灯さねば。やめたまえ、神前であるぜ。狼藉者には神罰が下らう。島がなんというありさま、罰当たりな者どもは耐えぬの。血が流れるのか。
なんぞこの水なんじゃ。仲間が海に引き込まれちまった。
おめえら気付けろ。ナイフ家康殿は西国の調略を進めておる。毛利では異国の者まで連れておったぞ。東国の守備はどうじゃ、大谷行子殿。信州真田はこちらにつきましょう。しかし東国は今や徳川が本拠、多くの大名がすでに密約を結んでおります。三成殿も人気がないの。いやはや全く。いかにすればここまで嫌われることができましょう。ならば物のわからぬ大名どもに今一度義を説こう。文か。また義を振りかざして敵を増やさぬといいが。家康殿には正攻法では勝てぬ。わしと共に手を汚してくれんか、行部殿よ。もはやろくに目も見えず下方で生きておるに、今さら正道を歩もうと神仏の救いは受けられますまい。この者が太宰府に秘匿された五穀の霊石を見つけ、こたびの戦で役立ててはと申しておりまする。わしらも異国の者に頼ると申すか。Thank you.
らっしゃい。アンジンの国にはどんな刀があるの？またどうぞ。大社流の奥義掴んだようじゃ。
始めください。私の指揮を打ち払うとは。
武勇の吉川元春、知略の小早川高影、この名高き仁王が助け合い、毛利は西国で最も強く大きくなった。二人亡き今、この力かつての仁王に及ばぬのは明白。大戦の火の粉の中で毛利の家を守り通すこの難題、解く手立てなどあるほか。石田と徳川、そしりは免れまいが、勝った方に組みするしかあるまい。